私立大道高校の本館台北市立大道高級中学は台湾台北市に位置する全日制高校男女教学の中等部と高等部を併設する完全中学である。前身は日本統治時代に建設された私立台北国民中学であり、台北で最も古い中等教育6年を一貫していった完全中学である。 本校は1935年に創立され、当初から中東部と高等部が併設された完全中学であり、84年が経過した歳月の中で無数の欠出した英才を培い育てた。1968年に中華民国政府は9年の国民教育を実施、本校は国民中学に改名し、国民教育の発展に対して、 功績を尽くした1992年、政府は中学校学習を正常化し、高校の教育効率を高め、教育発展の平均化と普遍性を促進。本校は完全中学のために制度を改善する。すなわち従来の中等部に高等部を増設し、全国第一の完全中学となる。本校の面積は約2万900坪で、校庭の設計は、 中国固有の伝統的建築及び西欧古典式外観の造形を融合。前後して開拓したリュ大鳥園及びイタリ製園、死聖園、自然園三個の庭園と偉大な校舎は優雅な景色を作り、本校に学ぶ指定のために完全な学習環境を構築。これらは中華民国全国建築史公会は1994年年度全国高校の 特別優秀学校建築と評価され、また、本校学生の誠実な心と、健全な人格を育成した。竜知大鳥園イタリ聖園四聖園四膳園アーリュウ、高校玉霊従従、山川霊修正育大道三輪神立工具内部、内分、等都市を八徳市名国く高市新旧、ミノル総気候国家史上天下ため公焼け三民主義や従う重トールトールカビ、 とうとうはるかぜたかにせいかげで、大道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 新道,道、いさお促進世界新大道。ありがとうございます。